トラクターはまったっていうからレスキューに来たらもう上がっとった。いやーひどいなこれ。ほな俺ここ置けようわ。ここと、あ、こっち4枚だよ。ラズラキフィッシャーで4枚だよね。で、松崎美ちゃんは北野さんも4枚、はい、で、その6は起こしたの、はい、1枚ほな、1、2、3、4、北野の方もあると、俺とこれや。そうです。で、あとはもうやっぱ SL でないとちょっと柔らかい短パン難しいな。これワイヤーが先に切れとったんか、いや、俺はあれハマって切れたんか。最初が不具合やった。最近不具合やってんの。これハマって切れたんじゃないかな。こっち来てから直そうと思ってんけど。これがまたこんな無駄な日に来てやって。入った、うん、あっ落とした落とした。いやもっともたつくと思って、で最初中でやろうと思ったけど、まっすぐはちょっとね、下としては引っかかれるな。斜めでもほとんどまっすぐに引っ張れるような風にあやったから良かったかもしれない。調整可能に、このワイヤーは何のワイヤー？これ高さオートの繊維の、あ、ここにほらポジションセンサーがある、ね、でこれが動いて、で壊れてんの？ワイヤーは切れてん。で今どうした？これどこのワイヤー？これ中古のワイヤー。中古？なんか適当に。適当に長さあるん？いやだからわからない。わからない。やってみんな。ロータリーがたまに降りんようになって、まあほんでもゆっくりと。降りたんやけど、じゃ合わない。ちょっとむしゃ、うん、正規のワイヤーじゃないから。ここね、分かるよ、向こう向こうは、向こう見れば分かるけど、うん、下下ほら下下下下動いてる、うん、待ってこれ見える？見える見える見える、動いてる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 。これで線っていうで深すぎたなと思って動いて、また今日この真ん中を持っていく持っていくと線でした。分かった？もう一回やって、はい。それを引っ張って線をしとるやな。うん、これここがロータリーとここでつながってスカートつながってね、これがスカート連携してスカートが上上がったらぐるっと押さえて深い振りをして浅くまた飛ぶ、これ常にこうコントロールするってことやんな。
こう、こうに、オート、高さオートのワイヤーが切れて、今中古のワイヤーつけてみたけど、起こし制御か、起こし制御、起こしオートか。ただし、ただし長さが合うかどうかちょっとわからんけど、いやちょっとこの辺がちょっと正規のワイヤーじゃないからな、やってみるのわからん。安物のプライヤーを曲げて、曲げて入るようにしたやん。うん、12ミリ。へえ。で、こういう裏の工具が入らないとこはこう、ここはもうまっすぐが入らないからこう曲げて。なるほど。で、よ、ね。なるほど。で、よ。リグパート、リグズナ、見して。商品化しようと思ってる。特殊工具。マイコさん調整聞いたかな。これが特殊工具でちょっとね、安いプライを曲げて、そうすると車載用のなんか、うん、届かんところを届かすという。合体。直ったかな？自動的に持ち上がる、あっちが持ってる。いいよ。で、よいしょ。おお、上がってた、上がってた。ああ、ちょっと待って。後ろの板はの上げ下げでロータリーが高さが変わるわけね。大丈夫？行けそう。なんとか治ったかな。いい。死思いよなんか。あれボケてる。
どうや、 AD 使えれんの？いや、使えますよ。ランプが使うんだけど。ランプついてないと不安やからな。まあ、操作で分かるの。まあ、AD、ランプ消えたな、AD。なるほど。まあ、これでちょっと様子見て。大丈夫だろ。OK。はーい、OK です。はい。はい、皆さん。頑張ってやりましょう。はい、なんとか治りました。いい。あ、一番サイズで損したな。トラクターはレスキューできたけど、こっちの夢みずほはどうなってるんやろう。見に来たけど、よいしょ、コラセット。あら、全く出てないよね。参ったわ。災害状態。全然動いてないよね。さあ、復活するかな。心配だけど、まあ出ると信じて待ちましょう。